俺はアントン。俺の名前はアーサー、プロ野球選手だ。アーサー投手、今日も快調なピッチングです。チームでは投手としてマウンドに立っている。今日は体の定期検診のため俺は病院に来ていた。もう少し時間がかかりそうだな。俺は待合室で古くからの友人のアントンに偶然出会った。アントン。お、アーサーじゃないか。どうしたんだこんなところで。お前こそ。俺は健康診断に来たんだよ。そうか、体が何よりも大事だもんな。お前はどうしたんだ。ああ、便利屋の仕事で重いものを運んでたら足をちょっとひねっちゃってな。大丈夫か。軽い捻挫だったよ。1週間もすれば治るってさ。そりゃよかった。アントンは便利屋を経営していて、気さくで明るくて気持ちのいい男だ。久しぶりにアントンに会えて俺たちはしばし会話が弾んだ。しかしお前はすごい活躍ぶりだな。いつもテレビで見てるぞ。ありがとう。お前こそ繁盛してるみたいじゃないか。まあぼちぼちな。でもさ、お前も若い頃はいろいろあって大変だったよな。ああそうだな。俺はアントンに言われて昔のことを思い出した。俺は18歳の時プロ1年目としてとあるチームに入団した。今日からプロ生活のスタートだ。頑張るぞ。俺は自分に特別才能があるわけではないと分かっていた。スカウト時も期待をされていたわけではない。まあお前は他の選手の足を引っ張らないようにな。自分の立ち位置は分かってるんだろ。はい、でも精一杯頑張ります。俺みたいな目立たないタイプはコツコツ練習を重ねるしかない。すぐに結果が出なかったとしてもくじけずに頑張ろう。ロイド監督は最初から俺に全く期待をしていない雰囲気だった。それを目の当たりにするのは精神的にきつかったが、これがプロの世界なのだろうと俺は覚悟を決めた。それから毎日毎日他の選手の倍練習してやる。ランニングも素振りも投球練習も。俺はまだ他の選手が練習に集まる前に起き出して一人自主練を続けた。何やってんだよノルマ。はい、すみません。もう諦めて故郷に帰ったらどうだ。いえ、もう少し頑張らせてください。毎日真面目に練習を続けたが、ロイド監督にはなかなか認めてもらえず、俺はずっと2軍にいた。いつか1軍に上がりたいな。だが試合でもいい結果が残せず。お前使えないんだよ。すみません。毎日何をやってるんだ。どうせ練習サボってるんだろ。そんなことありません。俺なりに毎日。あ、無駄無駄。お前やり方が悪いんじゃないのか。次しくじったら契約解消だからな。監督、俺もっと頑張りますから野球やらせてください。そしてとうとう俺が22歳の時。アーサー、お前は明日から来なくていい。どういうことですか。使えない奴をチームに置いておけないんだよ。さっさと荷物をまとめて出てけ。監督お願いします。もう一度だけチャンスを。お前に構っていられない。これから練習があるんだ。そんな。俺はロイド監督から戦力外通告を受けた。何度ももう一度チャンスをくれとお願いしたが、監督は冷たかった。俺は通告に従うしかなく、泣く泣くチームを後にした。これがプロの世界なんだ。やっぱり俺には野球は向いてないのかもしれない。俺は悩んだ。家に戻っても野球以外にできることは思いつかなかった。これからどうやって生きていったらいいんだろう。俺は毎日部屋にこもって悶々と過ごしていた。そんな時一本の電話がかかってきた。もしもし、突然すみません。私はテレンスです。あ、テレンス監督ですか。なんと、ロイド監督から戦力外通告を言い渡された俺に、別のチームのテレンス監督が電話をかけてきてくれたのだ。もし君さえ良ければ、うちのチームに入団してもらえませんか。いいんですか。もちろんです。歓迎しますよ。ぜひ、ぜひお願いします。俺は涙が出るほど嬉しかった。もういらないと言われた俺を引き取ってくれるチームがあるなんて。俺は二つ返事で新しいチームに入団することを決めた。アーサー君はパッと目を引く鼻のあるプレイはしないが、確実に成長する素質を持っている。ここで野球をやめるなんてもったいない。成長したらきっとすごいピッチャーに化けるだろう。私が責任を持って育ててみせる。テレンス監督は試合で俺を見て目をつけていてくれたらしい。俺は命を救ってもらったような恩義を感じた。あんな使えない奴を拾うなんて、テレンスの見る目も大したことないな。
どこのチームに行ったってあいつはお荷物になるだけさ。そして俺は新しいチームでの生活をスタートさせた。今日からよろしくお願いします。よろしく。みんな同じチームメイトとして協力して頑張ってくれ。はい。前のチームと全然雰囲気が違うな。前のチームでは個人練習が多かったが、新しいチームではチームワークを徹底して訓練した。ナイスピー。ありがとう。よくやったな、アーサー。そのおかげかみんなのチームワークがよく、俺は居心地が良かった。練習が楽しい。これならずっと続けられそうだ。テレンス監督のアドバイスも的確で、特にピッチングのフォームを丁寧に教えてくれた。今君のフォームを動画に撮ったんだ。これを見た上でもう一度角度を変えて投げてみよう。はい、ありがとうございます。監督の指導は分かりやすく、俺はピッチングの技術が向上していくのを実感した。球の速さが変わってきたぞ。俺は最初2軍からスタートした。しかしみるみる成長して、あっという間に1軍に上がることができた。やった、ずっと目標にしていた1軍だ。すごいな、アーサー。ありがとう。君の頑張りの成果だ。自信を持ちなさい。監督ありがとうございます。俺はテレンス監督に引き取ってもらえたことを心から感謝していた。このチームに入団できて本当に良かった。そうじゃなかったら今頃俺は。その後一軍のスタメンとして試合に出た俺は好成績を残し、あっという間に名前を知ってもらえるようになった。アーサー選手ですよね。ファンなんです。頑張ってください。ありがとうございます。俺を応援するファンがいてくれるなんてありがたいんだ。そんなある日、俺のチームと俺が以前所属していたロイド監督のチームが試合をすることになった。俺は内心複雑だった。お前ら気合い入れていけよ。はい。ロイド監督の姿を見たら、俺は過去の嫌な思い出が蘇ってきた。でも今は前よりも確実に成長してる。ロイド監督に今の俺の力を見せつけるぞ。あいつ近頃名前が知られてきたけど、どうせ大したことないだろう。そして試合は俺のチームの完封勝利。やった。アーサー本当ナイスだったな。みんなのおかげだよ。あれ、試合の後俺がチームのみんなと勝利を喜んでいると、ロイド監督がこっそりテレンス監督に近づいていくのを見た。秘密の話か。俺は陰に隠れて二人の会話を聞いていた。君のチームのアーサー随分成長したな。いや、前からあいつには成長の見込みがあると思ってたんだけどさ。アーサーはもともと俺が育てた選手だ。そろそろ返してくれないか。はあ、何を言ってるんだ。俺のこと使えないやつって言ったくせに。俺は陰で聞きながら怒りに震えた。しかしテレンス監督は冷静だった。成長の見込みがあると思っていたなら、どうして手放したんですか。それはあなたは彼の素質を本当は見抜けていなかった。後悔しても遅いですね。それにせっかくの彼の才能を伸ばしてあげられるだけの指導力があなたにはない。アーサーを育てたのはこの私です。彼は絶対に渡しません。俺はテレンス監督の言葉を聞いて感激した。やっぱり俺を理解して育ててくれたのはテレンス監督だ。でも元々は私が1年目のアーサーを引き取ったんだぞ。私は初めから見る目があったんだ。だったらもっと早くご自分のチームで活躍する選手に育て上げられたはずですよね。それも全部ロイド監督、あなたの指導力不足です。今彼が才能を発揮できているのはこのチームだからこそなんですよ。やりとりを聞いていた俺はロイド監督に腹が立って思わず二人の前に飛び出した。アーサー立派になったじゃないか。頼もしかったぞ。またうちのチームで私と共に頑張ろうじゃないか。ロイド監督は慣れ慣れしく俺に手を差し出した。俺はその手を取らずきっぱりと言った。僕は絶対にこのチームから離れません。僕を育てたのはあなたじゃない、テレンス監督です。なんだよ。ロイド監督はさすがに諦めたのか、ブツブツ言いながら去っていってしまった。俺は改めてテレンス監督の元へ向かった。テレンス監督、あの時引き取ってくださって本当にありがとうございました。今の自分がいるのは監督のおかげです。私は君の才能の花を開く手助けをしただけだ。これからも頑張ってくれ。俺とテレンス監督は固い握手を交わした。その後ロイド監督はといえば、選手を育てる能力がないことを周囲も気づき始め、監督を公認させられてしまった。俺はあのままあのチームにいなくて幸運だったんだ。昔の話を終えたアーサーは懐かしそうな顔をしていた。
俺はアーサーが頑張っている話は以前から聞いていたが、人には見せない苦労がたくさんあったのだと分かった。いい監督といいチームメイトに巡り合えてよかったな。ああ、ほんと、それに尽きるよ。でも最初の苦労があったから今の球団で頑張れているのかもな。初めからうまくいってたら挫折してしまったかもしれない。確かにな。でもお前が諦めなかったから運もついてきたんじゃないか。これからも体に気をつけて頑張れよ。ありがとう、なんともな。そう言って俺たちは別れた。帰り道、俺はアーサーの活躍を思い出して嬉しくなった。早く怪我を治して俺も仕事をバリバリ頑張りたい気分だ。俺の周りには頑張っている奴がたくさんいて刺激を受けるな。これからも便利屋を頑張ろう。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。